団と、かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなる。影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動きあるのかもしれません。皆様こんにちは、朗読やりちゃです。令和6年6月30日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 2024X リーグ交流戦、クラブベアーズ対大阪府警シールズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時40分キックオフ予定となっております。現在その試合に先立ちまして、両チームウォームアップを終え、試合開始の時を迎えようとしております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まず本日は手前側に陣取っております、ホワイトのユニフォームでこの試合はホームスタンド側に陣取っておりますのがクラブベアーズです。創部は1989年、マイカルを資本としましたマイカルベアーズとして立ち上がりました。このチーム立ち上がった時からマイカルの強力なスポンサードを受けまして、一気に関西三強の一角に入りました。当時は松下電工を受けてパナソニック、そして、エレコム、当時はサンスターのタイニーズ、この3チームと優勝争いを争い演じ続けていた強豪として名を馳せたチームでもあります。しかしそのマイカルが撤退、また、マイカル自体がなくなってしまいましたこと、そしてその後一時ノンスポンサードとなりましてクラブチームとなります。この間にチームは徐々に衰退をする形になりまして、現在は X3 に甘んじておりますが、しかしその中でも現在はスポンサーとして株式会社ニタカ、ダブラ遊戯王ネクスト様など数多くの企業様の支店を受けまして、再び森川さんと現在も活動を続けているチームです。クラブシベアーズ、本日のメインチームとしてメインスタンド側に陣取っております。ここに形で、バックスタンド側に構えておりますのが、本日はアウェイですがチームカラーとなりますブルーをまとっております大阪府警シールズです。失礼しました。チーム、紹介の方を切り替えさせていただきます。こちらはその名の通り大阪府警が認定しておりますクラブチームです。大阪府警内にありますクラブチームとして活動しております。シールズというニックネームは市民を守る盾として大阪府警にふさわしいチームのニックネームとしてその名前を登録させております。フェアプレーをもっと落とし正々と戦うことを心がけているということです。2009年に参加しておりますが、その間におきましてコロナからの対応及びいわゆる伊勢志摩サミットといった大きな、国際的な、イベント等がある際の警備等があった際に活動がなかなかままならず、その活動を休止している時期が多数重なるのが難点ではあります。昨年度もその状況下にありまして、残念ながら不参加という形を取りました。しかし、そのチーム力は非常に、ここの選手レベル高く、常に、その XE の戦線を利用させているチームでもあります。1年間の余白を空けまして今シーズンは参戦する形になりました。 X によってどのような形で今シーズンその名を轟かせていくか注目すべき大阪府警シリーズのご紹介をさせていただきました。この両雄による一戦が間もなく行われる形になります。両チームともこの春のジュニアトーナメントを参加させておりました。共にしかし前線むなしく、敗退という形になりましたが、秋を見据えまして共にその実戦経験を重ねる形で交流戦を組んだ格好になっております。その貴重な機会を果たして生かす形になるのがどちらとなるか注目したいところでもあります。
は一昨年まで、いわゆるそのマイケル・ベアーズであった当時のユニフォームを着用しておりました。これはマイケル・ベアーズの当時を懐かしむ方々が多く自分たちのチームの中におりましたものもありまして、そのマイケル・ベアーズの当時のユニフォームを、そのまま着用する形において皆さんに対して、そのチームのイメージを作れんというところでしたが、昨シーズンと思い切りましてそのユニフォームを改め、深緑を基調としました非常にシックなユニフォームに変わっております。この点におきましても、クラブでは自身が新たな一歩を踏み出さんという意気込みを感じるそのような光景でもあります。最後を飾る格好で行われる交流戦の一つが今から行われようとしております。審判団がまもなくフィールドの中に入りますと試合開始の時を告げる形になります。令和6年6月30日、場所は大阪 MK タクシーフィールドにて 2024X リーグ交流戦クラブベアーズ対大阪府警シリーズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時40分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが、ホームスタンド側に陣取っておりますクラブベアーズ、ホワイトをまとっております。奥側に陣取りますのがチームカラーのネイビーをまとっている大阪府警シールズです。早速チャットへのメッセージありがとうございます。 YK 様、田村選手がいないということですね。大阪府警側の選手でしょうか。13番をまとっておりますが、13番の選手はフィールド奥右から2つ目のところに2人目のところに来られますので、おそらくその選手でしょうか。あるいは他に田村様というのがいらっしゃいますから、ご存知であればその番号と分かりましたら幸いです。大阪府警キックオフ、クラブベアーズリターンで試合が始まります。勝ったね、久しぶりに勝ったぞ。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行われます。
両チーム檄を飛ばしましてコンフィールドに入り、これより試合開始となります。まず試合は大阪府警のキックオフで開始する形になります。大阪府警のキックオフを務めますのは4番の角が務めます。チームキャプテンでもあります。対しましてクラブベアーズはリターナーに12番と1番が入りました。1番は杉田、12番は小田です。さあクラブベアーズリターンに入った。さあ右空いてる。さあどこに行くか、ナイスリターン。まずこのキックオフのリターン、クラブベアーズ見事にターンをいたしました。12番右側サイドライン際を走り上がりブロッカーを連れまして大きく返しまして相手陣入ったところからの攻撃という形になりますが、ここでイエローフラッグが投じられております。審判団から黄色いウエストが落とされますとイエローフラッグ反則発生を意味します。果たしてどちらのチームに反則があったでしょうか。審判団からまもなく反則の内容がコールされます。行ったという反則です。この範囲は非常に危険な行為となりますので、先ほどのプレーが終了した地点からさらに10ヤードのバッタリを受けます。従いまして、クラブベアーズは相手陣19ヤードという非常に、相手陣に深く入ったところから攻撃に入る形になりました。クラブベアーズ非常にいい位置からの攻撃となります。さあここからアメリカンフットボールは4回の攻撃で10ヤード前進し攻撃権更新するか、相手陣地奥深くにある得点やエンドゾーンを目指します。さあクラブベアーズ相手陣19ヤードからのファーストダウンで1回目の攻撃に入ります。さあまずクォーターバック自らが中央へのランプレーを敢行しました。おそらくパスを投じようとしましたがディフェンスのカバーはよく自らの足で状況打開を図ったというところです。しかゲインは約1ヤードほどとなっています。倒れたところまでが攻撃1回の獲得距離となります。従いましてベアーズ次はセカンドダウン2回目の攻撃で残り距離9ヤードの状況に入ります。クラブベアーズセカンドダウン9ボールオン相手陣18ヤードパス成功、パスだ。ここでクォーターバックオフェンスが開始点より後方よりで一度だけで切るマウパスをワイドレシーバー12番に投じました。12番中央切れ込んでこれを見事にキャッチ攻撃権更新です。トータルが最初の位置より10ヤード以上獲得となりますと攻撃はリセットし1回目となります。従いましてクラブベアーズファーストダウンに戻り、しかもボールオンは相手陣6ヤードファーストダウン2ゴール残り6ヤードの攻防に変わります。さあここで中央へのランプレー、タッチダウン。この状況でクラブベアーズは中央へのランプレーを敢行しました。ナニバック注ぐボールを中央持ち込みましてそのままエンドゾーンに流れ込んでタッチダウン。エンドゾーンに届きますとタッチダウンとなりそのチームに6点が入ります。従いましてクラブベアーズ6点獲得となりました。そしてタッチダウンの後のワンプレードライフォーポイントに入ります。このプレーでキック決まりますと1点追加となります。ボールをエンドゾーンに持ち込めた2点入ります。ここはキックで狙います。
キック決まりまして1点追加。クラブベアーズ7点、大阪府警シールズ0点。まずクラブベアーズがタッチダウンで先制を挙げる形に成功となりました。まず最初のキックオフリターンで12番の小田が素晴らしいリターンを見せ、さらにそこに同点した大阪府警が反則を犯したところで広がったそのチャンス、これを結果的に見事に着実に攻撃決めまして、タッチダウンを上げ、現在クラブベアーズが先制する形となっております。さあ、そのクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。クラブベアーズキックオフキッカーは87番ユキタが務めます。大阪府警はリターナーに22番、そして、失礼しました、現在ボールのトラブルが発生しております。さあ、リターナーは、22番、そしてもう一人、ちょっと確認難しいですが13番でしょうか、現在配置している模様です。さあ、クラブベアーズのキックオフ、さあ大阪府警リターンに入る、しかし体勢整わず、クラブベアーズが抑えまして、結果的に大阪府警は自陣14ヤードからの攻撃となります。しかしこの位置から大阪府警攻撃に入ります。さあ、先ほどは、クラブベアーズが着実に最初のシリーズ得点に結びつけました。大阪府警はこの位置から反撃に入ります。大阪府警陣14ヤードから大阪府警シールズファーストダウンテン、さあ、まずランプレーから入りました。ランニングバックにハンドオフをしまして託されました。ランニングバック22番、右オフタックル付近をつきまして約2ヤードから1ヤードのゲインとなっています。まず最初のプレー託されましたのはランニングバック22番の平井でした。大阪府警セカンドダウン8、今度は左に展開していたワイドレシーバー13番に1パス、真横に近い前パスを投じ、そこからキャッチアンドランを図りました。ディフェンスは詰まりましたが、ゲインは約1ヤードから2ヤード確保しています。パスターゲットとなりましたのは13番の吉岡でした。大阪府警サードダウン7、さあ、この距離ランプレーで突破を図ります。何枠22番、ハンドオフを受けまして右オフタックル付近突破を図りましたが、しかし攻撃権更新至っておりません。フォースダウンに変わります。大阪府警シリーズフォースダウン2、さあ、最後の攻撃権で果たしてどのような選択を下すでしょうか。フォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしそのキックにより攻撃権は放棄となります。さあ、このキックでどこまで陣地を返せるでしょうか。これを確保しリターン試みましたが、大阪府警抑えましてクラブベアーズ陣40ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権はここで変わりましてクラブベアーズに変わります。大阪府警やはり厳しい位置からの攻撃でしたので、結果的にはパントで放棄する形になりました。しかし相手陣に入ったところまでボールを押し返しかった形にはなっております。
サークラブベアーズ、今度は自陣41ヤードからの攻撃に入ります。クラブベアーズファーストダウン10。パス成功、ファースター。クォーターバック6番、中央切れ込んだワイドレシーバー12番にパスを通しまして攻撃権更新。クラブベアーズファースター。まず最初のパスプレーを決めましたクォーターバック6番は杉谷、そして取りましたのはワイドレシーバー12番の小田でした。杉谷は私と同世代というより全く同じ年齢でありますが、全くそれを感じさせない素晴らしいプレーを現在も披露しております。リーグの、まさにレジェンドというべき杉谷のランプレー、失礼しました。今度はランプレーを投入しましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体系でプレーを展開しました。オフェンスには様々なポジションの制約があります。後列バックスは4人以下、あるいは最前列のラインマンは最低パスを取れない選手が5人いなければいけないなど様々な制約がありますが、このいずれかを守れず5ヤード抜体となります。従いましてクラブベアーズファーストダウン15で試合再開です。さあ獲得距離の条件変わりましたが、クラブベアーズその最初のプレー、どのようなプレーにするでしょうか。成功、ファースター。クォーターバック6番、右に展開しておりましたワイドレシーバー29番にパス、大きく前進していますが失礼しました、攻撃権更新には至っておりません。セカンドダウンとなります。しかし見事なキャッチでした。このパスを取りましたのは、クラブベアーズ29番のプレイヤーでした。ナイスキャッチでした。29番、本日は藤本が着用しております。ここでウォーターブレイクとなります。アメリカンフットボールはその日の天候および気象条件を鑑みまして、審判団がクォーターの半分でレフェリータイムアウトを入れます。本日この2試合目に入りまして気温上昇し、さらに湿度が上がってまいりました。これによる熱中症を警戒して審判団ここでウォーターブレイクを入れた模様です。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。クラブベアーズ相手陣36ヤードからセカンドダウン現在時計のトラブル発生しております。時計の調整終わりますのでしばらくお待ちください。試合再開です。クラブベアーズセカンドダウン2、パス成功、バランスします、さらに行く、ナイスゲーファースター。クォーターバック6番、右に展開していた1番にパス、1番そこから中へ切れ込んで一気に攻撃権更新としました。クラブベアーズファースター。
見事攻撃権更新果たしましたのはクラブベアーズ1番の杉田でした。クラブベアーズ相手陣15ヤードに迫りましてのファーストダウンテ、今度はランプレートスをしまして左オープンをつきました。ラリーバック15番、このランによりまして約3ヤードのゲインを果たしております。キャリアとなりました15番は吉本です。クラブベアーズセカンドダウン7、ピッチしまして右オープン展開させまして約4ヤードから5ヤードのゲインとしています。ここは15番の吉本のスピードを生かした戦法を展開しているようです。クラブベアーズサードンスリー、さあ左方向へのランプレー、ここは12番にトスしまして左オープンをランで突破を図らせましたが、しかしこれは大阪府警対応しました。結果フォースダウンに変わります。これ負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。さあプレー再開となります。クラブベアーズフォースダウン3、プレーを敢行します。3ヤード突破しないと攻撃を失うフォースダウンギャンブルに入ります。パス不成功、この状況パスによって突破を図りましたが、しかしレシーバーとタイミングが合わず結果的にパス不成功、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。攻撃権変わりまして大阪府警に攻撃権移ります。クラブベアーズここはフィールドゴールという選択肢もありましたが、しかしあえてタッチダウンにこだわりフォースダウンギャンブルを敢行しましたが、これが失敗という形になりまして結果攻守交代になります。なんとかしのぎまして攻撃を取り返した大阪府警、ボールオン自陣7ヤードからの攻撃に入ります。大阪府警シリーズファーストダウン10、さあまずランプレーを投入しました。中央へのランプレーを途中させまして、中央突破を図りまして約1ヤードから2ヤードのゲインとしています。大阪府警シールズセカンドダウン9、今度はクォーターバック自ら中央へのランプレーを展開しました。クォーターバック4番オプションを起点としましたキーププレーによりまして約5ヤードほどゲインとしています。前進を図りましたがクォーターバック4番の角でした。
大阪府警サーダンファイ。さあこの判定どうでしょう。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。この反則を比べやず取らなかったためプレーは正当なプレーとして終わりました。そしてそのプレーはパスをクラブベアーズがインターセプトダッシュしまして攻守交代となります。ターンオーバーによりクラブベアーズの攻撃に変わります。さあ攻撃取り返したクラブベアーズ相手陣26ヤードからファーストダウンテパス不成功。ここでクォーターバックロカンは左に展開したワイドレシーバー14番にパスを投じましたがしかしコントロール定まらずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン10。パス成功、ファースター。クォーターバック6番今度は右に展開していた14番にパス。14番これをキャッチしタックルを弾き飛ばして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。見事タフなキャッチを決めましたのはクラブベアーズ14番の佐藤でした。クラブベアーズ相手陣13ヤードからファーストダウンテン。さあ今度はカウンターで左オープンのランを展開しようとしました。キャリア28番の総力にたくさんというところでしたがこれは大阪府警見事対応しノーゲインとしています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりましてクラブベアーズ7点、大阪府警シールズ0点、攻守双方方向を入れ替えまして第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウトとポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序盤戦となります第1クォーターはクラブベアーズが有利な位置を生かしまして先制のタッチダウンを上げ現在試合の主導権を握っております。そしてさらなる加点を狙わんと現在も攻めを継続しているといった格好になっています。大阪府警としてはやはり実戦離れた経験が厳しいのかまだ試合感が乏しいといった感があります。これを取り戻しなんとかクラブベアーズに食らいつかんというその状況になります。さあ果たしてそれは攻守の方向の向きを変えます第2クォーターに何かしらの兆しを見出すことになるでしょうか。双方その進行方向を変えましてこれより第2クォーターに移ります。
り第2クォーターに入ります。クラブベアーズ相手陣ジュニアのからのセカンドダウン10。さあ左方向へのプレーが展開しました。29番、相手のタックルを受けながら前進し約9ヤードゲインに変えています。タフなゲイン重ねまして、クラブベアーズ29番、非常にいいプレーを見せました。29番は藤本です。クラブベアーズサードオン残り1ヤード、ボールオンは相手陣4ヤードの位置にあります。さあランプレイタータッチアー、ここでランニングバック12番にボールを託しまして、右オフタックルのパワーランを展開しました。12番、そこから体をねじ込むようにエンドゾーンに走り込んでタッチアー。クラブベアーズ12番小田のランによりましてタッチダウンを重ねまして6点追加となっています。そしてタッチアウンの後のランプレートライフォーポイントに入ります。見事決まりまして1点追加、クラブベアーズ14点、大阪府警シールズ0点、その差を14点と広げる形にクラブベアーズ成功しました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこの後にボーナスのワンプレーがあります。ここでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点さらに入ります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒された場合の失点、自殺点のセーフティーです。この場合は2点です。この結果アメリカンフットボールのワンプレーの得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この組み合わせによる足し算によりまして試合が決着する方式になっています。そして試合は先ほど得点を挙げましたクラブベアーズのキックオフで試合が再開します。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を挙げた側がキックオフし試合を再開します。従いまして失点をした側が次の攻撃の機会を得やすい状況になります。さあ大阪府警リターンに入った、リターナー左サイドライン際を狙いまして突破を図り、大阪府警陣34ヤードからの攻撃位置を確保しました。この位置から大阪府警の攻撃となります。さあ2つタッチダウンを奪われた格好になっている大阪府警ですが、なんとかここで1つ得点のチャンスを見出したいところです。大阪府警自陣34ヤードからファーストダウン10。さあここでオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーで、ここはクォーターバック自らキープを判断しました。しかしこれをベアーズ見事に対応しまして2ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。ボールを持った選手が倒れるまでがその攻撃の獲得喪失地点という形になります。クラブ失礼しました、大阪府警セカンドダウン12。クラブベアーズナイスディフェンス、今度は中央のランプレーで突破を図ろうとしました大阪府警、しかしこれをクラブベアーズ81番見事に対応しまして、さらに4ヤードロスに変えています。見事なロスタックルを決めましたのはクラブベアーズ81番の野上山でした。クラブベアーズ失礼しました、大阪府警サードオン16。
今度はクォーターバック4番ハンドオフをフェイクにして左オープンへのランプレーを展開しました。自らの足で状況打開を図らんというところでしたが、しかし攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン8、パントフォーメーションを取ります。キックによる陣地挽回を図ります。クラッペアーズリターンに入る。リターンの石は勢いに乗りまして左サイドライン駆け上がりハーフウェイ付近で攻撃位置を確保しています。攻守変わりましてクラブベアーズの攻撃に変わります。クラブベアーズ自陣45ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスルです。メンバーカント1枚ずつ入れ替えここで大阪府警が前半1回目のタイムアウトを投入しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずはここで大阪府警状況を立て直すためにここで切り替えどころでタイムアウトを取り状況のセット整理を整頓を図ります。チャットのメッセージにありました田村選手ですが、私番号を誤っていたようですね。19番の、大阪府警の19番の選手の模様です。さあ試合再開です。クラブベアーズ自陣45ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック6番プレッシャーをかいくぐるように右左へと旋回しながらターゲットを探しましたが、しかしターゲット見つからずパスを投げ捨てる形になりました。パス失敗という形になりますのでダウン進みましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン10。さあ中央へのランプレー、今度はロッカーをつけましてランニングバックに突入させました。ランニングバック、0番密集点突破を図りまして約4ヤードから5ヤードのゲインとなっています。クラブベアーズ0番は川野です。クラブベアーズハーフウェイからサーダウン5。不成功。クォーターバック6番中央に走り込んだバイドルシルバー0番にパスを通りましたが、これは大阪府警のパスカバーよく不成功となっています。ダウン進んでフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン5。フォーメーションを変え、パントフォーメーションを取ります。
さあ大阪府警リターンに入りますが、しかしこれはベアーズもカバーよく大阪府警陣10ヤード付近で攻守交代となります。さあ大阪府警攻撃開始という形になります。ボールオンはしかし一時7ヤードと厳しい位置にセットされています。さあここから突破口を見出すことができるでしょうか。大阪府警ファーストダウン10。ナイスディフェンス。大阪府警ランプレーを投入しようとしました。しかしここにクラブベアーズディフェンスチームシャットを最終43番が仕留めましてロスタックルに変えています。激しくロスタックルを覚えましたがクラブベアーズ43番の松井でした。大阪府警セカンドダウン14。パス不成功。今度は左に展開した13番に1パスを投じましたが、このパスはオーバースローでサードに変わります。先ほど、素晴らしいタックルをしました松井選手、記憶が確かであれば私が応援しておりました加古川大阪市のランニングバックとして活躍していた選手です。どうやら久方ぶりの現役復帰をした模様です。個人的にはこのような形で夢に何度でも挑戦できる選手は素晴らしいと思っています。パス不成功。この状況をパスで打開を図りましたが、ワイドレシーバー13番へのパスはオーバー上ずったパスになりましてタイミング合わず、パス不成功でフォースダウンに変わります。フォースダウン14、パントフォーメーションを取る模様です。しかしエンドゾーンにパンターがいるという非常に厳しい状況でのパントシチュエーションになります。このパントをプレッシャーから大きな返しにすることができず、結果的には大阪府警陣30ヤード付近、失礼しました、23ヤード付近というところで攻守交代になります。クラブベアーズかなりいい位置で攻撃を得る形になります。ここでウォーターブレイクに入ります。試合再開となります。クラブベアーズ相手陣23ヤードからのファーストダウン10。さあまずクォーターバック自ら行きました。
クォーターバック8番中央に体をねじ込むように前進しまして約7ヤードのゲインに変えています。まず果敢なランプレーを組みましたのはクラブベアーズ8番の稲葉です。かつて京都大学ギャングスターズで活躍しておりましたその見学まだ衰えずといったワンプレーでした。さあ今度はランニングバックいったハンドオフ託されましたランニングバック15番中央突破しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースト見事に攻撃権更新を果たしましたがランニングバック15番の吉本でした。さあ相手陣12ヤードに入りましてクラブベアーズファーストダウンテン。さあまた中央へのランプレー今度はオフェンスラインが津波のように押し寄せましてランニングバックともども中央をなだれ込み約5ヤードから6ヤードゲインに変えています。ここはオフェンスライン時も素晴らしいプレーを展開したといったところでしょう。クラブベアーズセカンドダウントゥーゴール残り4ヤード。そのままいったタッチャー。ここでクラブベアーズはランニングバックに全てを託しました。キャリア15番今度は左オフタックル付近突破しまして攻撃権そのままエンドゾーン飛び込んでタッチャー。クラブベアーズタッチダウンによりまして6点追加となっております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。その期待に応えましたのが15番の吉本でした。またオフェンスラインマン66番72番など、数々のオフェンスラインマンが活躍してのワンプレーです。ワンプレーのタッチダウンでした。66番は斉藤72番は福永です。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。クラブベアーズトライフォーポイント。キック決まりまして1点追加クラブベアーズ21点。大阪府警シリーズ0点となりました。クラブベアーズ着々とチャンスを生かしましてタッチダウンを重ね試合の主導権を握っております。さあ現在試合はクラブベアーズがタッチダウン3つを奪ってリードしている展開となっております。そのクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。
大阪府警ルターンに入ります。これはナイスリターン。左サイドリングは星上に22番突破を図りまして、自陣33ヤード付近を確保しての攻撃となります。この辺り大阪府警も22番の平井を筆頭に非常に個々の能力高いプレーを見せております。さあ大阪府警の攻撃に入ります。大阪府警自陣33ヤードからファーストダウンテイ。さあランプレーから入りました。中央突破によってまず状況を打開せようというところでしたが、しかしこれはクラブベアーズも10番筆頭に迫りまして、このランノーゲインとしております。切り込む形で中へ入りましたのはクラブベアーズ10番の酒井でした。大阪府警セカンドダウンテ。パス不成功。今度は内側に切れ込んできたレシーバーにパスを投じましたが、ディフェンスのカバーよくパス不成功となっています。サーダウンに変わります。大阪府警サーダウンテ。さあフレアパスを通じまして、そこからのキャッチアンドランを図りましたが、しかしクラブヤーズ許しません。フォースダウンに変えます。相手のラッシュをかわすという形でその裏をつかんというところでしたが、ここはクラブヤーズ一律の長を発揮しております。フォースダウンに変わります。さあクラブベアーズ一旦試みる。しかしこれは大阪府警も見事に対応しました。リターナー1番のリターンを大阪府警24番見事に食らいつきまして、そのリターン阻止し、クラブベアーズ陣30ヤード付近での攻守交代となります。ここは大阪府警24番の藤井よく食らいつきました。クラブベアーズ自陣29ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバック8番、ここでロングパス、奥に走り込んだ29番にパスを投じましたが、29番、ディフェンスのカバーが目に入ったかパスキャッチできず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウンテ。今度はランニング枠に託して右オープンへのランプレー。スピードに乗ってランニング枠右オープンの突破を図りました。しかしこれはディフェンスも対応しまして、ゲインは約2ヤードから3ヤードにとどまっております。クラブベアーズサーダウン8。
ッセコーファースター、クォーターバック8番右に展開していたワイドレシーバー29番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、見事にパスを通しましたのはクォーターバック8番稲葉、取りましたワイドレシーバーは29番の藤本でした。ここでホイッスル、ここでクラブベアーズが前半1回目のタイムアウトを取ります。時計進んでおりましたが前半残り時間は29秒となっております。試合再開となります。クラブベアーズ自陣42ヤードからのファーストダウン10、前半残り時間は29秒となっています。通そうとしまして、クォーターバック8番奥にパスを通じました。しかしそのパスを取りましたのは大阪府警シリーズ25番、パスを奪ったことによるインターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバーにより攻撃権は大阪府警に変わります。見事インターセプトを果たしましたのは大阪府警25番の、広吉でした。さあ攻撃権取り返した大阪府警、ボールオン自陣30ヤードからの攻撃に入ります。大阪府警ファーストダウン10、ナイスゲイ、ナニバック22番、すれ違い側のパスを取りまして右オープン展開、ブロッカーが相手ディフェンス殺到する中でしたがそれを粘りまして約7ヤードから8ヤードのゲインに変えております。チームタイムアウト大阪府警、ここで大阪府警は前半2回目のタイムアウトを取ります。ここは大阪府警22番の平井が素晴らしいプレーを見せてくれました。前半残り時間は4秒となっております。おそらくは前半のラストプレーとなる次のタイムアウト明けのプレーとなります。大阪府警どのようなプレーを持ってくるでしょうか。ボールオンは自陣37ヤードからセカンドダウン3。4番、左に展開してパスを投じようとしましたがターゲット見つからず、結果的にはノーゲインでこのプレー終了となりました。前半終了です。ここで前半終了となりました。前半終了しましてクラブベアーズ21点、大阪府警シールズ0点、クラブベアーズが3つのタッチダウンを奪いましてリードする形で前半終了となっております。さあ双方ともその後半の打開策をこのハーフタイムで見出そうとします。突破口を見出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。このインターバルを配信の休憩のインターバルとさせていただきます。
審判団フィードに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えようとしています。前半を終えましてクラブウェアズが21点、大阪府警シールズが0点という状況になっております。クラブウェアズが試合に慣れているその感覚を生かしまして3つのタッチダウンを重ね、現在主導権を握っているといったところが感じられます。大阪府警としては何としてもこの実戦の感覚を取り戻したいといったところでもあるでしょう。その意味では後半戦、その状況打開策を大阪府警見出すことができているか非常に注目といったところになります。またクラブベアーズも新旧新たな戦力入り混じり、現在そのチームのさらなる再構成を狙うというところでしょう。昨シーズンは非常に素晴らしい戦いぶりを見せまして、X2 を狙えるその一歩手前というところまでチームを立て直してきたところを感じ受けました。その点におきまして、今シーズン再びその名を轟かせる形になるのではないかという期待を抱かせつつ、本日もそのように試合を運んでいるところが印象強いところにあります。この秋のことを考えますと、非常に注目となります交流戦、まもなく後半戦再開となります。選手も含めまして、まもなく後半戦再開となります。後半戦はクラブウェアズのキックオフで再開する形になります。キックオフキッカーはクラブウェアズ87番、ユキタが務めます。大阪府警はリターナーに16番と22番を配置する模様です。16番は内田、22番は平井です。さあ大阪府警リターンに入ります。これはナイスリターン。リターンは22番左側を選択しまして、相手のディフェンスの隙間を縫うように突破、自陣36ヤード付近からの攻撃を得ました。この位置から大阪府警の攻撃です。大阪府警本日は22番の平井が活躍を狙っております。大阪府警自陣37ヤードからファーストダウンテ、パス成功。クォーターバック4番、左に展開した16番にパス、16番これを見事にキャッチしまして パス不成功です。パスは失敗となっておりました。失礼いたしました。従いまして、ボールは元の位置に戻りましてセカンドダウンに変わります。さあ今度は中央にランニングバックを突入させました。ハンドオフから密集点突破を図りまして、約2ヤードから3ヤードのゲインとなっています。キャリアは22番の平井です。大阪府警サーダウン8、
られましたが、なんとかクォーターバック、これをカバーしまして中央突破を図りました。しかし前進することはできず、フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン8、パンクフォーメーションを取りました。さあこれフェイクランを決めました。さあ攻撃権更新になったでしょうか。プレー成功です。攻撃権更新、大阪府警ファースター。ここでパントをフェイクにしましたのランプレーとしました。パンターに入りました22番、左オープンにランプレーを展開し、相手のラッシュをかわして攻撃権更新を果たしました。見事ギャンブル成功です、大阪府警ファースター。さあここは左のランによりまして攻撃継続なりました。これが突破口になるでしょうか。ボールオンは次元47ヤードからの大阪府警ファーストダウン10。ベアーズナイスディフェンス。ここで右オープンにランプレーを展開しようとしました大阪府警。しかしここでクラブベアーズ51番43番24番とディフェンスに群がりまして、このランを阻止しております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。51番は6位、24番はまわたりでした。パス不成功。ここで大阪府警中に切り込んできた16番にパスを投じましたが、16番これをキャッチできずパス不成功でサードオンに変わります。大阪府警サードオン10。クォーターバック4番パスを投じると下がりましたが、ディフェンスラッシュ厳しく、それを回避するためにランに転じようとしましたが、しかし結果的にゲインできず QB サック、パスを投じる場に仕留められました。フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン10、パントフォーメーションを取ります。ベアーズ陣20ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。攻撃権変わりまして、今度はクラブベアーズに攻撃変わります。クラブベアーズ自陣21ヤードからファーストダウン10。ホイッスルが鳴っています。タイムアウト、タイムアウト。大阪府警ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。
タイムアウトを解きまして試合再開です。クラブベアーズファーストダウン10。クォーターバック6番、右にロールアウトしてそこからキープ。自らの走力で約8ヤードゲインとしています。クォーターバック6番は杉谷です。 X リーグのレジェンドクォーターバック、ここで現在も活躍しております。クラブベアーズセカンドダウン2。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック6番、今度はワイドレシーバー12番にパスを投じまして、12番これをキャッチし攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。今度はワイドレシーバー12番小田が素晴らしいキャッチで攻撃継続を達成しました。攻撃機がセットされてクラブベアーズファーストダウンに変わります。ここでウォーターブレイクが入ります。さあ試合再開です。クラブベアーズファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック6番、中央走り込んだワイドレシーバー0番にパスを投じましたが、このパスはショートしパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズ自陣42ヤードからセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック6番、右にカウンターをかける形で、カムバックしてきました12番にパスを投じました。しかしこれは大阪ガスも対応しましてノーゲイン、サーダウンに変わります。失礼しました、大阪府警が対応いたしました。失礼いたしました。クラブベアーズサーダウン9。パス成功。ファースター。クォーターバック6番、今度は右に展開していた82番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。見事にパスキャッチ決めましたのはクラブベアーズ82番寺崎です。クラブベアーズ相手陣46ヤードからファーストダウン10。ファースター。今度はラニー枠45番ハンドフォーを託されまして中央突破、そのまま一気に前進しまして攻撃権更新です。
クラブベアーズファースター見事攻撃権更新果たしましたが、クラブベアーズ45番の川端です。クラブベアーズ相手陣29ヤードからファーストダウンって、パス不成功。今度は中央付近にいましたワイドレシーバーにパスを投じましたが、しかしこのパスはタイミング合わず不成功となっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン10、パス成功。今度は中央横切りましたワイドレシーバー0番にパス。これは大阪府警13番タックルしましたが、ゲインは約4ヤードとなっています。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムがタイムアウトが入っております。先ほどのプレーパスキャッチしましたのは0番のカードでした。それをタックルしましたのは大阪府警の13番吉岡でした。さあレフリータイムアウトを解けまして試合再開となります。クラブベアーズサードダウン6、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。先ほどはオフェンスの反則イリーガルフォーメーションでした。不正な体型でプレーをしたという形になっていますが、しかし大阪府警はこれを取りません。プレーを有効とする形にしてフォースダウンに変えます。従いましてクラブベアーズフォースダウン5の状況に変わります。クラブベアーズこのフォースダウンでフィールドゴールによる3点を狙います。フィールドゴールトライ、キックレングス42ヤード。このキックは失敗、フィールドゴール失敗に終わりました。従いましてここで攻守交代となります。攻撃権変わりまして大阪府警に変わります。結果的にはこの攻撃をしのぎまして攻撃を取り返す形に成功しております。
さあ攻守変わりまして攻撃大阪府警に変わります。大阪府警自陣24ヤードからファーストダウン10。試合再開です。大阪府警自陣24ヤードからファーストダウン10。右オープンへのランプレー、ハンドオフからランニングバック、スピードに乗って右オープン展開を図りました。この攻撃によりまして約4ヤードのゲインとしています。失礼いたしました。4ヤードほどゲインとなっております。キャリアは22番の平井でした。獲得距離6ヤードに訂正します。大阪府警セカンドダウン4。さあ今度は中央に流れ込みました。密集点突破しまして攻撃権更新を図りましたが、まだそれには至っておりません。サードダウンに変わります。大阪府警サードダウン2。中央への乱闘で突破を図りました大阪府警、しかしそれはクラビアーズ56番見事に対応しましてフォースダウンに変えます。素晴らしい対応を決めましたがクラビアーズ56番のプレイヤーでした。56番上村のナイスタックルでした。終了です。第3クォーター終わりましてクラブベアーズ21点、大阪府警シールズ0点。攻守方向入れ替わりまして、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。
双方攻守の向きを変えまして、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。さあ大阪府警フォースダウン2ギャンブルを敢行します。さあ中央行った、ギャンブル成功、ファースター。ここで大阪府警はクォーターバックスに行く、QB 自らが中央密集点に突入するプレーを敢行しました。この判断が功を奏しまして攻撃権更新です。ギャンブル成功、大阪府警ファースター。さあ攻撃継続になりました。大阪府警ボールオン自陣36ヤードからファーストアウト。ここで後半3回目のタイムアウトを取りました。先ほどのクォーターの終盤間際に一度、インターバルがありましたが、ここがタイムアウトとだった模様です。従いましてこれが大阪府警最後のタイムアウトとなります。36ヤードからファーストダウン10。さあどこに行くか、インターセプト、ターンオーバー。ここで大阪パスプレーにより状況打開を図りました。しかしそのパスを取りましたのはクラウンベアーズ、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権変わりましてクラウンベアーズに攻撃変わります。時計が誤って進んでおりましたが、現在前半で試合残り時間9分となっております。攻撃変わりましてクラウンベアーズに攻撃権変わります。クラブベアーズ相手陣22ヤードからファーストダウン10。クォーターバック6番光に展開したランニングバック12番にフレアパスを通し、12番キャッチアンドラン、ヒットを受けながら前進しまして約2ヤードゲインとしています。タフなキャッチアンドランを決めましたのは12番の小田でした。小田は、リードエフォートエールズソウル当時のクォーターバックでもあります。現在はワイドレシーバーとして活躍しています。クラブベアーズセカンドダウン7。さあ今度はその小田に託しまして中央へのアンプレー、密集点突破を図らせますが、これはゲイン1ヤード、サードダウンに変わります。ここでホイッスル、負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。
レフリータイムアウトを解きまして試合再開です。クラブベアーズファースト、サードン6ナイスラー、ファースト。ランニングバック22番ハンドオフを受けまして右オープンにランプレー、相手のディフェンスを飛び越えるように攻撃権更新を果たしました。クラブベアーズファースト、見事攻撃権更新を果たしましたのはクラブベアーズ12番小田です。その見客衰えずといった素晴らしいプレーでした。クラブベアーズ相手陣6ヤードからファーストダウン2ゴール。さあ中央へのランプレー、ランニングバック28番ハンドオフから密集点突破を図りまして約4ヤードゲインとしています。今度は28番の西村が突進しました。クラブウェアズセカンドダウン2ゴール、残り2ヤード。さあ中央へのプレー、タッチダウン。この距離をクラブベアーズランニングバックに突入させまして中央を突破しまして攻撃タッチダウンとしました。キャリア28番見事タッチダウン決めまして、クラブベアーズ6点追加となっています。ここは28番西村素晴らしいランで確実にタッチダウンを重ねました。そしてトライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、クラブベアーズ28点、大阪府警シールズ0点となっております。ベアーズがタッチダウンを重ねまして、そのリードを広げて勝利を確かなものに変えようとしています。そのクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。さあ大阪系はなんとかここで一矢報いるタッチダウンを上げることができるでしょうか。さあリターンに入ります。リターナーをスイッチしまして左オープンの突破を図りましたが自陣20ヤード付近でボールデッドし、この位置からの攻撃となります。大阪府警自陣21ヤードからファーストダウン10。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。
先ほどのプレー反則はありませんでした。通常のプレーとしてこれより再開となります。しかしここはクラブベアーズナイスディフェンス。中央突破図らんというプレーでしたが、ここはクラブベアーズディフェンスライン、ディフェンス43番を筆頭に中央密集点集まりまして3ヤードをロスに変えています。43番は松井です。大阪府警セカンドダウン13。パス成功。右に展開したランニングバック22番にフレアパス。そこから右オープンをつかせる形でキャッチアンドランを図りましたが、しかしゲインはほとんどなくサードダウンに変わります。大阪府警サードダウン12。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。ブレイクを取りまして試合再開となります。大阪府警自陣19ヤードからサードダウン12。さあインターデプスセットしている。どこまでいくか。インターセプト、ターンオーバー。ここで大阪府警パスプレーによって状況を打開図りましたが、それを取りましたのはクラブベアーズのディフェンス陣。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。しかもこのリターンエンドゾーン1ヤードまで迫るビッグリターンとなりました。これによりまして相手陣1ヤードからクラブベアーズファーストダウンの攻撃に入ります。さあクラブベアーズ相手陣1ヤードからファーストダウン2ゴール。中央のプレー。しかしここは大阪府警踏ん張ります。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。さすがにここは一発で進めたくないと大阪府警踏みとどめました。さあセカンドダウン2ゴールに変わります。クラブベアーズセカンドダウン2ゴール残り1ヤード。
勢いなんて立ちゃう。ここでクラブベアーズあえてランプレーを敢行しました。15番託されましたランを見事中央突破しましてエンドゾーン飛び込んで立ちゃう。クラブベアーズタッチダウンによりまして6点追加となっております。見事そのタッチダウン決めましたのは15番の、吉本でした。そしてこのトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加、クラブベアーズ35点、大阪府警シールズ0点となっています。点差変わりましてクラブベアーズキックオフで試合再開となります。さあ大阪系このシリーズで突破口を見出すことができるでしょうか。この一戦は秋を見据えた前哨戦でもあります。さあ大阪府警リターンに入った。リターンが22番右翼分展開を図りまして状況打開を狙わんとするところでしたが自陣20ヤード付近でボールデッドしこの位置からの攻撃と変わります。クラブベアーズ自陣17ヤードからファーストダウン10。プレーを投入しました。密集点突破を図りましたがゲインは1ヤードとなっています。大阪府警セカンドダウンに変わります。クラブベアーズ失礼しました大阪府警セカンドダウン9。これもクラブベアーズナイスディフェンス。再び密集点の突破を図ろうとしましたがこれはクラブベアーズ、51番さらに56番が対応しましてこのランプレーを逆に4ヤード押し返す形に成功しています。51番が極意、56番が上浦でした。大阪府警サーダン13。バック4番キュービードローで状況打開を図りました。中央突破し自らの健脚で状況打開を図らんというところでしたがしかし攻撃権更新にはなっておりません。フォースダウンに変わります。しかし果敢なランを展開しましたが大阪府警4番の角でした。クラブベア失礼しました大阪府警フォースダウン7、フォースダウン7の状況プレーを実行するようです。フォースダウンギャンブル
攻撃権更新、このワンプレーにかけます。さあランプレーによる突破を図りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。結果4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。攻撃権変わりましてクラブウェアーズに攻撃変わります。変わりましてクラブベアーズ相手陣23ヤードからファーストダウン10。さあまだいくか、ナイスダウン、ファーストダウン。ランニングバック45番、ハンドオフを託されまして中央突破、そのまま勢いに乗りまして一気にエンドゾーン2ヤード当たります。ビッグランで攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。見事力強いランで攻撃権更新なしましたのはクラブベアーズ45番川端。さあこれにより相手陣2ヤードからクラブベアーズファーストダウン2ゴールとなります。クラブベアーズファーストダウン2ゴール、残り2ヤード。こうタッチダウン。ここでクォーターバック8番左から入ってきたワイドレシーバー85番にパスを通しまして見事タッチダウンといたしました。クラブベアーズタッチダウン。パスを通しましたクォーターバック8番は稲葉、そしてそれを取りましたワイドレシーバー85番は西江でした。クラブベアーズトライ4ポイント。このキック決まりまして1点追加、クラブベアーズ42点、大阪府警シリーズ0点となっております。さあ試合も残り時間1分を切ってまいりました。クラブベアーズのキックオフで試合再開となります。なんとかリターンで状況打開を図らんというところでしたが、事前に30ヤード付近からの攻撃となります。大阪府警事前に31ヤードからファーストダウン10。中央のランプレーを展開しようとしましたが、しかしこれはクラブベアーズを押し返す形でこのプレーを阻止しております。セカンドダウンに変わります。大阪府警セカンドダウン12。
のランプを投入しました。牽引はしております。ここでホイッスル。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、クラブベアーズ42点、大阪府警シールズ0点、クラブベアーズの勝利としてこの交流戦終了となりました。実戦離れて久方ぶりの2期目の復帰シーズンという形になりましたが、そのブランクなかなかまだ厳しい状況にあるという状況にあります。しかし個々の選手の力量、そしてそのヒット力に関しては全く申し分なく感じます。秋のシーズンが楽しみになる、そのような一戦になりました。ナイスファイトでした。さすがの貫禄といった形でこの試合を見事勝利しました。また応援お願いします。今季こそ X3 制覇を果たさんと意気込む、そのような一戦となりました。ナイスゲームでした。ご覧いただきましたとおり、天候不安定の中、しかし白熱した一戦を披露していただきました。素晴らしい戦いでした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは、うどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動く変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い、現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながら、ついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し、応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴、ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可のもと実施させていただきました。それを実施いたしましたのは私、ローラ・ケアリチャーでした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。